海上保安庁によりますときのう午後11時前、沖ノ島の北45キロの日本海を航行していた北朝鮮籍の貨物船、チョンボンから貨物倉庫が浸水しているため救助を要請するなどと連絡がありました午前1時前、傾きが大きくなったため21人の乗員は全員救命艇に乗り込み近くにいた北朝鮮籍のタンカーに救助されました。 貨物船は現在も東の方向へ時速4キロほどで漂流しています。油や積み荷などは今のところ流出していません。海上保安庁が巡視船と航空機で監視を続けています。